どうもこんにちは、イバスタースティーブンです。今回の動画はおそらく短め、もう3分、これじゃ8だ、3分ぐらいに収まるといいなと思ってます。というわけでね、今回紹介するのはこちら、ロードローバーだ。そんなわけでね、今回はこちらワールドコレクタブル、いや、ザ・ワールドコレクタブルフィギュアのディオです。これね、下の商品名のところはザ・ワールドコレクタブルフィギュアロードローラーだなんですよ。で、ディオとは書いてない。面白いんですよね、これ。普段これね、ワールドコレクタブルフィギュアっていうやつなんですけど、ほら、ちゃんとディオのスタンド、ザ・ワールドとかけて、ザ・ワールドコレクタブルフィギュアと、ロゴの後ろの方にザ・ワールドもちゃんといますね。で、ここのところにもちゃんとザってついてるし。ね、ちなみによくアニメでテレビ放送版か OVA 版かどっちがいいみたいなね、論争がね、ネットでちらほら見かけたりするけど、基本的に僕はね、どっちもね、好きです。みんな違ってみんないいってやつですね。OVA の方ではね、ディオロードローラーじゃなくてタンクローリーだって言って、タンクローリーを振らせるんですけど、それはなんかね、炎とか爆発の演出を使いたかったってことで、なんかタンクローリーしたらしいですね。普通ね、ワールドコレクタブルフィギュアの箱ってこんなでかくないんですよね。ね、本当はこんな箱じゃなくて、これね、一番くじの時のジョータロのやつだけど、本来はこんぐらいのサイズなんですよ。全然違うでしょ。だいたいこの箱4つ分ぐらいの大きさだね。これ1個。一応僕が持ってるは、これのジョジョのフィギュアはこの中に全部収まってます。全く関係ないけど、髪型がなんとなく歌教員に似てるっていうだけで、すごいよ、マサルさんの花中島マサルさんもこの中に入れてあります。ね、これ見ても、どう見てもここには絶対収まらないサイズだよね。というわけで早速ちょっと開けてみましょう。あ、そうそう、ちなみに余談なんだけど、僕実はね、これロードローラーのペーパークラフトもね、昔買ったんだけど、結局もったいなくて開けてすらないっていう ね。もしこのサイズの紙をスキャニングできるスキャナーがどうにか手に入って使える機会があったら、多分開けると思います。それまではおそらく開けすらもしないと思うやつ。はい、というわけでこちら改めて箱の方です。ロードローラーの上に乗ったディオ、オーラを放ってますね。ちょっとアニメっぽいね。で、アップとで、あー、これそうだね、アニメの劇中のロードローラー、どうせだったらこの下のジョータロも一緒に出たりしたら面白かったんだけど、今回はとりあえずこのディオだけでしたね。で、こっちが、あー、そうそう、カラーバリエーションが2色あって、僕が今回撮ったのはこっちの A のスタンダードのやつなんだけど、ちょっとセピアカラーというか赤っぽい色のと2種類ありましたけど、なんとかプライズ、そうそう、そもそもこれプライズで撮ったんだけど、なんとか取れたのがこいつでしたね。売り、横も売り、ラストテープも売り、パッカン、シュコン。あー、でっけ。いやー、いいな、これロードローラーメインだね、デカさ的に。で、こっちにはディオと単体で入ったディオ、なんかこのままだとすごいハイハイしてる赤ちゃんみたいだな。これはなんだ、三角のこれは何だろう、どっかにつけるやつなんだろうな。まあ後でわかるよ多分。で、こっちが本命のロードローラーだ。うわ、すごい、運転席のこのね、ハンドルとかなんかレバーとかまでちゃんとあるね。劇中であんまり意識してみなかったけど、ロードローラーってここに運転席というかがあるんだね。車両のど真ん中だ。ハンドルの向きからしてこっちが前だね。前方の方が若干ひしゃげてる。で、あー、これか、これに使うのかな、さっきのね。これ同じ穴が開いてるからこうやって刺して、あー、そういうことね。これでこうやって立たせられるってわけだね。もうこのハイディオじゃなくてハイハイディオをここによぶっ刺して、刺したらうまいことここの棒の部分を持ってくれるね。で、こうやって立てれば、とりあえずロードローラーに乗ったディオ完成です。全体ぐるっとこう、よくこれを商品化というか立体化しようと思ったよね。でもこういうのできるのはワーコレならではだよね。実際の彫像稼働でやろうとしたら、ほら、さっきみたいなね、彫像稼働のスケールに合わせたら、やっぱペーパークラフトみたいなお手軽な感じにした方がね、商品としても出しやすいんだろうな。実際このロードローラーが彫像稼働に合ったサイズでね、フィギュアとして出たとしても、あんまり欲しがる人いないのかな。僕ちょっと欲しいと思うけどね。せっかくなんで下の方にこのジョータロウとスタープラチナ寝かしとこう。
これでなんとなくシーンは再現できてるのかな。どうせだったらこういう下に吊るされてるジョータロもやっぱ欲しくなっちゃうね、こういうのがあると。思いっきり下にいるであろうジョータロを見ながらめっちゃいい笑顔してるディオですね。肖像稼働の付属品でついている顔のパーツよりもでかいから、表情の作り込みはよりできるんだろうね、こっちの方が。ロードローラーの色の感じもいいですね。なんかもういかにもエジプトのねカイロにありそうなロードローラーですよ。はい、というわけで今回はこちらザ・ワールド・コレクタブル・フィギュアのロードローラーだの紹介でした。そう、この間ジョジョの公式アプリの方でも見たんだけど、今度はこれの方でジョータロとスター・プラチナとあとディオとザ・ワールドが戦ってる場面が再現できるようなワーコレも出るみたいな予告もあったんだけど、僕ねあれ見た時てっきりジョータロとスター・プラチナのセット、ディオとザ・ワールドのセットだと思ってたら、それぞれ1体ずつが別になってる、計4体集めないといけないやつだったらしいですね。なんで UFO キャッチャーの方で撮れたらいいなと思います。撮れたらまた紹介します。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。